げ怪獣の歌、まだ消えない夢の歌と、だって君がいつも歌う相手。どうもスカイピース、ヤモス。スカイピースのアイキャッチといえば、はい、シシン。ちょっと違うね。シシン、シシン。過去何度もいろんな YouTuber にネタにされてきました。どんだけバカにされてもやめてこなかった。しかもそのアイキャッチ、その昔ってなかったのかな。なかったっぽいよね。結構知ってる人いなかったよね、うん、だからのムクエナとかのヘッとかと一緒だよね。え、何それ。ムクエナチャンネルの場面切り替え。そんないかつくないでしょ。いや、ほんとごめん、そんな真似が下手だったかもね。ヘッ、イエイイエイ一緒。それコナンちゃん。あ、これコナンちゃん。それコナンちゃん、豚のやつで、イエイイエイ。ってことでですね、あの、はい、シーシンっていう言葉、まあ、スカイピースの造語なんですけども、はい、ちょっとね、初見の人って言うの難かったりするんですよ、シーシンって。あー、確かにね。カタカナのスに、カタカナのちっちゃいイに、カタカナのスに、カタカナのちっちゃいエに、ひらがなのな。シーシンなんですね。シーシン。今回僕、いろんな有名な方からシーシン集めてきました。すごいよ。まあ、30個以上ある。30人も知り合いいる。いるでしょ。アイドルで58ぐらいいるか。バカ、アイドル NG だもん。俺アイドルだけは本当に NG なんだよ。手を寝ないで。ということでですね、はい、たくさんの推薦を持ってきたので、手を君に誰の推薦、いや、どのアイドルの推薦かを当てて。アイドルやないかい。アイドルやないかい。いや、アイドルでしょ、それはもう。アイドルに連絡しまくって。フルーツジッパーの松本カレンちゃん。そうそうそう。推薦。YouTuber とか以外もいる、いそう。あ、もうちょいちょい、ちょいちょいいるんで。まぁ、あ、ちょっと早速、テオ君には当てていただきたいと思います。任せて。今回2パターン用意しまして、独特バージョンと普通に言うバージョン。あー、なるほどね。LINE のボイスで送ってくれてるんで。和室も。音がちょっと悪いので、そこも難しいと思います。本質も下がってしまっている。だって俺が送ってって言われた時に、そうそうって言ったら、もうみんなこの声やん、この声って。そう、ミッキーの声って。ミッキーの声って、そうだよね。みんな一緒なんです。2バージョンもあるんで、2バージョンも用意しております。早速いきますか。1人目、お願いします。まあ独特で一発目で当てたら、もう本当にこれすごいんで、いきますよ。はい、はい。わかんないです。むずいですよね。ちょっと続き聞いてみましょう。先生。同じです、ほぼ。ごめんなさい、長いんですけど。もう一度聞きます。先生。あー、まだちょっと最後。ちょっとだけ。マジでわかんないな。一回じゃあ回答してから、普通バージョン。普通バージョンも言うてもむずいから。いや、わかんなすぎるな。ヒントがないしな。でもちょっと下手だね。難しいからね。先生本家です、僕。そうですよね。はい。僕が生み出しましたから。生み出したよね。はい。先生って感じなんです。でで、ちょっとね、喉ベースみたいなのが入っちゃってるんで。水泉ね、喉ベース認めません。あー、これは水泉じゃないんだ。新しすぎるでしょ、わかんないからといって。認めないのやめて。まあ男だろうなぁ。あっちゃん。ブーン。違うかー。じゃあこっちの普通バージョンで。こっちは当てられそうだ。水泉。お兄ちゃん。ブーン。え、何だね。俺のお兄ちゃんじゃないの。え、エイトさんじゃないよ、今の。めっちゃ俺に似てたんだけど。あー、テオ君に似てた。声俺にめっちゃ似てない。もう一回いきますよ。スイスイ。俺にめっちゃ似てない声。あー、そうかな。俺もう分かってるから。そうじゃあ3人目。俺とお兄ちゃんとこの人で3人目。3人目似てるよ。スイスイ。え、全然分かんない。マジで。あ、やっぱでもそっか、俺答え分かってるからなのかな。でも言われたら分かると思う。え、今コメント欄であるかも。うん、もうあんじゃない。え、ガチ。マジ。あ、でも意外と分かんないのかな。スイスイン、スイスイン。めっちゃ言ってるよ。スイスイン。むずいか。ガチャマ。正解。あのスイスインってふざける感じがガチャマだった。声ガチャマだと思えないわ。あ、マジですか。おお。じゃ結構難易度高いかもね。ガチャマでわかんないのやばい。普段寝る前とかずっとガチャマの声とか聞いてんのに。キモ。それでわかんないってことは。キモ。相当難しいぞ。次はですね、LINE のボイスではなくて普通に動画で送ってくれたんで、音質いいです。なんでわかる気がする。独特、はい、バージョンから。スイスイ。島袋。正解。おお。島袋だ。あったわ。いたよね、島袋の感じがどっかに。ちなみに通常バージョンこちらです。スイスイ。これはもうめっちゃ島袋だ。めっちゃ島袋だよね、これは。スイスイ。まず音域が出る男子が少ないですからね。うん、いや、そうなのよ。少ないです。クが気になったものの。ではお次でございます。はい、いきます。
ちゃんと待って、音質えぐいって。トランシーバー入ってるこれ。エフェクトで怖すぎる。俺もう全部同じ人にしか聞こえないんだけど、あっちゃん不正解です。もうあっちゃんがこういう顔してチッチッって言う時の声にそっくりなの。あっちゃんに似てるに聞こえるんだ全部。あっちゃんの声に聞こえる。まあこれはまあむずいし、この人これしか送ってきてない。独特バージョンのみ。え、またそ違います。こちら、カスわかんない、これはこれわかんないよ。わかんないのか。 LINE の音声じゃなかったらワンチャンかもしれないけど、 LINE の音声って自分の声も自分じゃなくなるから。ちょっとじゃあむずいんだ。俺マジむずいかも。じゃあ次いきます。はい。何何これ、エブリ。静かに見てる。もう一回行きますよ。リク。残念。惜しい。惜しいとかあるの。シラメンリクに惜しい。惜しい。じゃあ通常バージョンいきますよ。はい。ついに。あっちゃんや。おー、正解です。あっちゃん。あっちゃんでした。通常バージョンもあっちゃんだ。めっちゃ。めっちゃあっちゃんだね。しかもあっちゃん言う前になんか。あれ何？ちっちゃい入ってんねん、これ聞いてて。いや、分かってるよ。何それ。さあでは続きましてこの方です。いきます。デージ。女の子だ。女の子。うわ、分かった。分かる。きりたんぽだ。不正解。もうダメか。普通バージョンはどうだろう。これいきます。デージ普通か。またそう。正解です。またそうです。普通やねこれ。え、1個目聞かせて。デージキリタンポにめっちゃ似てない？あー、キリタンポが高い声出した時みたいな。あー、確かに。めっちゃ似てるよ。そう思うといろんな人に似てるって思えるかもしれない。さあ、続きまして。推薦。もう、すしらめりく。正解。そのまんまや、リック君。何パターンか送ってくれてます。推薦。リックよね。これもリックだね。推薦。これもリックだね。あー、ちょっとそれ漏れてる。締めて締めて。それもうちょい締めて。推薦。これもリック、リック。全部リックだよ。まだこれもあります。寿司。全部リク。リクって全部リクなんだな。いきますよ。フィジーン。いや、全く分かんない。島袋にしか聞こえない。島袋、そっくり。俺も思った。島袋ではないです。一回誰か挟んでの島袋行かないんで。戻ってこないんで、島袋。島袋の3個目に戻ってこない。戻ってこないんで。これはむずいんで、ちょっと普通バージョンも。はい。フィジーン。うわー、まあ、でもむずいね、これ。女の子。フィジーン。フィジーン。女の子やん。女の子だしさ。え、だって男の子の普通バージョンでこの高さの人いないでしょ。推薦。高すぎるよね。普通バージョンめっちゃ高いね。どんだけ高いと思ってんだよ。推薦。推薦独特じゃないと出さないよね、これは。普通でこれってことは女の子っぽいな。もう一回聞かせて。いきましょう。推薦。島袋やん。うわ、これ納得いくのかな。これ人の声が波形で見えてると言われている。手袋。わかりました。わかりましたか。お願いします。 K さん。残念。こちら、いや、マジわかんない。コナンちゃんです。いや、わかんねえ。いや、これむずいね。いや、これ通常時じゃない。そもそもたっけんだよね。いや、これはなかなか難しいのでは。水泉。水泉。カンタさん。残念。いや、もうわかんないな。むずい。むずすぎて。続きね。すいません。すいません。もう理解できない。いや、もう全くわかんないよ。でもカンタさんっぽいかも、ちょっと。違うんす。でも似てんのかも、声。そう思うと。トミーさん。いや、似てる。ややこいやろ、コンビニ似てるの。ジュキヤです。すいません。うわ、ジュキヤっぽ。すいません。いや、ちょっと鼻声やん。鼻声の時期のジュキヤ。鼻声の時の。さあ、続きまして、続きまして。いや、わかんなすぎるな。こちらです。いきます。はい。ふいふいーん。キリタンポ。正解。早っ。キリタンポすぎるけどな。あ、ほんと？ふいふいーん。あの、ふざけてる時、ふざけてる口こうやってたら、スイスイーンって言うから、キリタンポ。この声多いよ。レパートリーかってことね。レパートリーでこの声使う時多いね。普通バージョンです。
スイスイ。普通の方が分かんない。あ、ほんと。うん、スイ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 。この切り方が切り玉っぽい。そうですよね、切り方もね、やっぱヒントになりますから。では、お次いきますよ。フィオ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 。でも分からんわこれは。いや、分かんない。じゃあ普通バージョンもちょっと難しいんで、はい、普通バージョンも聞いてください。よく聞いてください。せーのって言って差し二人いる男女よ。いや、もう分かんないね。声むずいんだね、結構。 LINE でしょ、これも。うん、 LINE だともう全く分かんないな。あ、ほんと。今多分ジンタンのヌメロンの気持ち分かったもん何やってるのか全然分かんない。全く分かんないから。ミュート技師。残念。もうダメだ。全く分からないわ。こちら、ナコナコカップルです。バカせーのバカか夜の人笑いでも分かんない。夜の人笑いでも分からん。同じよ。では次いきます。せいせい。ダイニングメッセージ残す時の最後の声もう力ギリギリ絞って。せいせい。どんな最後やねん。何を残したいねん。普通バージョン聞いてみます。うん、せいせい。わかった。エイコちゃんだ。正解。あぶねー。おー、エイコちゃんですね。カノックさん正解です。これ結構むずいかなと思ったけど、 LINE には戻ってしまうのですが、あーしし、あーしし。ヒカルさんヒカルさんが一番最も出さない。あーしし最も出さない声です、ヒカルさんが。じゃないか。通常バージョンいきますよ。しし。ゆうた。残念。こちら、レイクレタカシ。言われたらボーイでしょ。シシン。ほんとわかんない。今ユータって言われてユータと思って聞いてみたら、ユータのふざけてる声っぽいわ。じゃあ続きまして、こんな本気になって撮ってくれてカロリー使うよこれ。だって本気になって撮ってるのを俺は考えるだけ笑うとか笑うとかなく、もう一発いきます。やる前にさ、むっちゃ息吸ってんの。食べ作ってね、食べ作ってた。じゃもう一つ独特なの聞いてみます。見苦しい。本気出しすぎ。見苦しい。誰？スカイピースのこの企画にそんな本気出してくれる人誰？いないよなかなか。ソータとかね、アメコズの。アメコズね。ソータとかね。とかよ。スクワットそこまで本気出さないもん。出す出すだろ。なんかボケっぽいになるんでちょっとこっちも。指定校推薦。指定校推薦？指定校推薦つってる。あ、そういうこと。指定校推薦。指定校推薦。いや、わかんねえな。結構ね。ヒカルさんか。スイスイ。さあ、誰でしょう、この。ああ、わかんない。ヨヘ。残念。太郎です。ケイさんと太郎の。全力でやってくれそうでしょ。太郎、声高いっけ。太郎、声めっちゃ高いね。太郎、高い。さあ、続きまして。シシ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 スクワットシシシシシシシスクワットチャンネル登録シシシシシシシチャンネル登録概要欄からシシスクワットチャンネル登録シシよろしくシシよし正解です。やっぱ最下位が脱退になっちゃうんで必死です。最下位必死になっちゃうんで必死です。スクワット最下位2名でしたっけ。はい、7人いて人数多いから下位2位を脱退。そう、意味わかんない。会に脱退YouTuber すぎるでしょなんなんそれ。すごいことするよね。意味わかんなくない。まあ金銭的にきつくなってきてんだろうねこれね。もちろんあの人数で YouTube で食ってくってやっぱ大変だから。大変だよ。コムドットフィッシャーズ東海とかレイクレとかこうグループいっぱいいるけども、一握りの一握りなわけじゃん。でソロだったらソロで自分で調整できるじゃん、うん、バイト入ってある程度お金貯まって YouTube にちょっと本気出しながらとかできるけど、7人の人生でやっていくって大変じゃん。でも YouTube は続けていきたい。解散とかはしたくない。
じゃあ2人辞めさせようって。すごい、やばい。だからもうほんとサラリーマンみたいな、辞めさせる、すごいことだよこれ。 YouTuber すぎるんだって。いやーまあ新しい、面白いね、すごい。で賛否はありますけども、もちろんファンの子はね悲しむかもしれないけど、うん、それもエンタメとして見させてあげたらいいんじゃない。じゃあ続いての問題です。はい。高っ、なんか歯間ブラシみたいな、チュッて出るやつの、スッのシキヒッてやるやつ、スシッシャッシマ袋やん、もうこの声の高さ。はい、とね、通常バージョンいきます。シシうまっうまい、この人この人うまい、うまいわ。スイスインうまいっていうのは滑舌が良かったりとかいろいろあるんだけど、うん、歌うまい人多分うまいの、ね、ああ。このスイスインのうんの切り方、おー、はいはいはい、夜わらこうくん、べ、なにこれ、やんやんじゃない。でもやんかな。嘘、やんじゃないか。普通がピシッうまっ、もうダメだ。お上手、頭パンパンだわ。こんな難問あるかな。もう LINE ってのはちょっとあれでしたね。じゃあ LINE じゃなくいきましょう。いきます。いや先生なんだが、なんか LINE のボイスみたいな感じなんでこう押した時のスタンプのね。そう、大人っぽい声。通常は推進ちはや。正解。うわすごい、やっぱわかるわ、ちはやです。ちはやは声ね、めっちゃ特徴的だからね。イケボチャンネルやってますからね。イケボだからね。いや、ちはやはいい声だな。誰か覚えてる、誰だったか。ちしん、たかし。では、次いきますよ。ちしん、そして、普通ば。普通じゃないんだ。ちしん、そっちが普通じゃないよね。こっちが普通じゃないか。山下、正解です。山下です。山下、山下ムクです。え、ムク、エナです。エナ正解。自信なかった。いやちょっとムクと声ちょっと似てれるやん。あースイスインって言う時エナかムクかなと思って山下でした。正解です、山下です。次、セベジータです。ある種の正解です。これはベジータです。ある種の正解です。それはもうベジータです。セルとどうかやってる。すごいね、声優さんだよね。で、じゃあ普通バージョン。シピ難しい。陽気です。サワ、正解。サワです。これは声優がヒントだね。発声方法がやっぱ違うのかな。いいよね、めちゃめちゃね。本当にいい声だからね。すごいよ。しかもふざけてるように聞こえてるけど、めっちゃいい声だね。すごいいい声だから、ね、マイクの録音の時にマイクの音量超ちっちゃくしてるもん。ゼロの時あるから、ね、なんならね、ミュートしてるくらいなのに入ってくるやつでかすぎるでしょそれ。それではいきまーす。このトーン出されたらわからないですこの企画は。しかも LINE だね。そして次、そして次、まあ後に聞かせた2つですね。似てる、考えるとそれ。せい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 、アムギリズネ、もう無理、あっちゃんでしかないわ。こちら桐崎英一。コメント欄で当ててる人いたらすごいな。うん、俺マジでわかんない。俺こういうの結構得意だけども、まあ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 、ほんとわかんないな。難しいかもね。じゃあ次いきます。スイスイ、もう一個スイスイ、あ、こっちが独特、こっち独特だ。スイスイ、スイスイ、全くわかんないさあ頭を抱えております、寺島氏。全くわかんない。難問続きで頭を抱えている。20種類の白出されてんのと一緒。アンミカとかじゃないとわかんない。それそう、アンミカもわからんだろ。アンミカさんだってあれ白200種類あるのは知ってるだけで200種類分けれるわけじゃないか。分けれるわけではないか。男子か女子かもわかんないもん。スイピン確かにどっちも捉えてる。本当にわかんない。激ムズ問題、さあ当てられるか。これ難問です。わかんないっす。こちら僕です。わかんなすぎる。でも俺も聞いてみたけどめっちゃむずい。これスイシン、俺っぽくなくない。スイシン、まあ、LINE のボイスっていうのが大変ですね。じゃあ LINE のボイスじゃないのいきます。スッスッ、これ全然違うね。違いますね。クリアな音質になりました。もう一回いきます。スッスッ、独特じゃわかんないよ。普通でいきます。シッシッ、女性かい。女性か、これ。かっこいい声してるね。スッスッ、でもこれそれは男やな。さあどなたでしょう。ジンジン、正解。正解不正解。こちらゴータです。わかんない。
ちゃゴータめっちゃいい声してるね。ゴータの声です。こっちの方がゴータ味あるかな。シッシッ、ゴータってこんないい声だったっけ。ね、お疲れさんです。声だ、すごいわ、いい声だわゴータ。お次です。独特な鳴き声の猫みたいな感じでね、 SNS でバズった通常バージョンです。ピュピュ。わかんない、わかんなすぎる。むずい、むずい。こちらエフロン君。もうダメだ。頭パンクする。ずっと同じような音、ずっとわかんないことを言われて。じゃあ陣ちゃん一回さ、俺あっちの部屋で、うん、スカイチームのボイスメモ送るから、うん、並べてみて。ちょっとじゃあそれ当ててみるわ、頑張って。スイスイいきます。スイ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 。いや最後二人ほぼ一緒。次のやつ聞いてみて。スイ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 。ちょっとめっちゃ同じやってる。スイ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 。通知分かる人もいるけど。あ、確かに分かりやすい人もいるわ。分かりやすい人いるよね。でも同じトーンが2度続いてる時あるよね。これ本当に難しいわ。スイスイ、これ千秋でしょ。シートスイスイ。うわー、これも千秋っぽいけど、え、これも千秋っぽくなってくる。スイ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 、これはもち。最後スイスイ、絶対チェック。これスイスイ、ちょっとティース、あー、ココちゃんだ。これココちゃん、スイスイ誰。チーココちゃん誰。スイスイ、チヤキ、スイスイ、ココちゃん、ココちゃん、スイスイ、え、アオちゃんなの。スイ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 、最後もちわかるけど、最後もち、え、誰だろう。本当に難しいから。難しいねこれ。チームに限られてんだよ。俺これ全 YouTuber からやってるって考えたら全く分かんないでしょ。これ分かんない。頭おかしくなってきちゃう。ちなみに、うん、あの一番下、一番下、うん、スイスイ、ちやき、スイスイ、半信半疑ココちゃん、半信半疑ココちゃん、スイスイ、うん、ちやきじゃないよこれ。スイスイ、うん、また 2番目の人。これスイスイ、もち。これ全部もちです。全もち。これ全もち。ちなみに 1,2,3 のファイル送ったけど、ち1個もないです。これはチーでしょって言ってるけど、チー今日来てないんちゃう。来てないのか。これもちだ、全部。これ全部スイスイ。チーに聞こえるでしょ。スイスイ、つやきっぽい。真ん中は、真ん中は俺のもち。スイスイ、もち。スイスイ、俺、あ、助けてるくん。スイスイ、もち。スイスイ、俺、スイスイ、もち。一個目はスイスイ、もち、まこさん。スイスイ、てやくん、ここちゃん。スイスイ、スイスイ、もち、俺。てよくん、てよくん混ざってても分かんないわ。分かんないでしょ。うん、だけど男子と女子も分かんないぐらい、そのレベルなのか。もう LINE の音域で、 LINE っていうかもうスイスインがいけない気がする。スイスインが無人だこれ。スイスインはみんなスイスイン高いのかもね。で、スイスイン送ってって言ったら OK、 スイスインじゃないじゃん、スイスインって送ってくれるじゃん。ってなるともう男子も女子も分かんないし、難しいんだ。じゃなっちゃう。激ムズ問題だったんだこれ。めっちゃむずいわ。激ムズ問題だったんだ。世界一むずい問題。まああと5問くらいあるので、はい、それを踏まえてね。これ当てるって結構すごいと思うのよ。じゃあいきますよ。すいよせん。あっちゃんでしょ。うん、ね、あっちゃんって思うよね。普通バージョンです。すいよせん。もう普通バージョンでもない、もはや。で、独特バージョンもう一回。すいません。申し訳ない、送ってくれた人みんなに申し訳ないけど、本当にわからない。誰も自信ありがあんまない。自信ありが本当ないね。島袋ぐらい。マジで自信あったのですか。答えこちら、夜わらのこうくんです。マジでわかんないよこれ。これコメント欄当てるやつやばい、ね、めっちゃ耳いいと思う。次、普通バージョン。スイスイ、まあまあちょっと。ちなみにあっちゃんってあったっけ答えで。あっちゃんあった。あ、そうだ。なんならいつもよりちょっと低く取ってる気がする。この人スイスイ上がるもんなんだけど。スイスイ、じゅんぺい。正解。マジで。中町じゅんぺいさんです。大正解。それを踏まえて、ウィウィ、わかるか。絶対違うもんこれ。それを踏まえて、スイスイ誰か、わかるか。わかるか。だってこれジンタンの普段より低く取ってるとかの情報でだもん。あとわざわざこうスイスイってこう出さない感じ、うん、
気だるそうにペーンってやる感じとかで順平って出てきただけで、スイスインでは当ててないんだ。スイスインでは当ててませんすごっ、逆に分析エグいね。それじゃあもうあと数人だね。スイスンで通常版スイスン。俺ここあれ、きりたんぽってあったっけ。正解に。あった。え、きりたんぽの声めっちゃ似てない。え、めっちゃ似てるよねいや、きりたんぽの声聞いて、あの人にめっちゃ似てるって思って、その人に聞いたで、この聞いた人、後から聞いた人もきりたんぽに似てるよねって自分で言ってた。せーせー、むく。違います。こちら、西村ほのかです。似てんのよ。せーせー、めっちゃ似てるやん。あ、でも西村ほのかって言われたら西村ほのかだ。ふいふい。ほら、この感じ、西村ほのかじゃない。いや、俺、きりたんぽの声の方が多いから、きりたんぽの声聞いて、西村ほのかってなるよりかは、西村ほのかの聞いて、きりたんぽになっちゃうわ。こっちも似てる。きりたんぽでしょ。きりたんぽに。ねっ、きりたんぽは西村ほのかに似てるねっていうふうに伝えたところ、嬉しい。帰ってきました。嬉しい。じゃあ、続きまして、こちら。せつや。もうワンパターン。せっせ。いい声。独特バージョンがこれ。せっせやん。通常バージョンがこれ。せっせ。子供じゃない子供みたいな声してない。せっせやん。ちっちゃい男の子みたいな。ちっちゃい男の子。もうランドセルしょった坊主の男の子しか出てこないこちら、中町あや全然違うやつになった。イメージしてたランドセルの男の子が、男の子が仲間ちゃん、ぼよん。せやすやん。せやせやんだよね、ほぼ。それならわかるわそうか、こんなに難しいんだ。デオくん苦手なのかな。いやいや、モチの声チーって言ってたやつがよく言うぜいや、これでも俺だけなのかな。これみんな難しいと思うけどな。そうか、めっちゃ難しいか。レミア公開で全て正解してたやつ。ね、やばい。みんなもわかんないであれよな。わかんないで言ってほしい。わかんないであれよ。逆にみんな終わったらもうテオくんが全くわかんないってことですから。俺、あんたもや。これスカイピース。スカイピース耳めっちゃ悪いの。おかしいもんこれマジで。続いていきますよ。まだあるの。まだありますから。ちなみに今半分くらいです。マジ？嘘。地獄がまだ続くと思った。地獄じゃないですけど送ってくれた人の一人一人の個性とかを出せればいいんだけど、はい、分かんないしか言えないから誰が来ても分かんない。誰が来ても分かんない。みんな時間使ってスイスイってやってくれてるのに分かんない切り抜き回ってくるじゃん。ジンタン、テオくん、あの誰々の動画出てたよとか見に行ったらエスポとかが、エスポとかね、全部分かんないって言っちゃ申し訳ないけど本当に分かんないの。だから大体あっちゃんに聞くってことが分かったんだ。だいたいあっちゃんもう頭に、あっちゃんね、あっちゃんしか出てこない続いてです。あっちゃんちょこれはあっちゃんじゃない。もう一回聞きますよ、これは。もう分かるはずないよね。普通の方聞いて分かんないんだもん独特の方聞いて分かんない。独特なんて、じゃあ普通のスイスイ。めっちゃジンタンに聞こえるわこれ本気スイスイン。声が後半に出た。でも最初の方が近いと思う。スイ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 。ジンタンに似てく。でかかったジンタンがちっちゃくなってってるわけじゃない。スイ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 ちっちゃくなってなりながらそんな時に話すな。なんて言ってましたこれ。スッ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 ユーマやユーマです。スッスッ。ほんとユーマって言われてユーマってなるだけだからな。あ、今聞いたらめっちゃユーマやんってなるの。スッスッとか、うんうんうん、スッスッって言ってる時と全く一緒だから、マジわかんない。じゃあ次、スワンスワンで大丈夫ですかね。俺の声かけた普通バージョン。スワンスワン喋り声かけた。スワンスワンで大丈夫ですかね。ちょ、やましたよ声。コナン君にちょっと似てない。あ、確かに VTuber みたいな声してる。めっちゃいい声してる。普段はさ、わかんないけど声だけ聞いたらこんないい声してるんだっていう人が、ゴータなんて思わなかったけど、うん、これ聞いてめっちゃいいなと思ったし、うん、今の人もめっちゃかっこいいやん。かっこいい声。で、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。本当にコナン君だよ。女性だけど、ちょっと 低いのかな。うわー、この人めっちゃ性格出てるなこの短い中に性格めっちゃ出てんだよな判定やな。その性格から当てるしかないんだよな、声質じゃなくてめちゃくちゃ山下なんだよそこの。で、大丈夫ですかねっていう感じが。むく。ふわんふわん。じゃあ、えなね。歌だだから全く違うから。むくとか言ってまいえなね。えなね。
うわ悔しい、めっちゃ聞いたことあるこの声。この感じスワンスワンって大丈夫ですかね。おそらくよく聞いてる声でしょう。うわなんかこの人外したら悲しい気持ちになりそう。おそらくしないと思います。しないんだ。はい、あじゃあ近くないんだ。でもたくさん聞いてるでしょう。てよくんたくさん聞いてる。うん、聞いてきているでしょう。てよくんなら洋次郎こんな感じで大丈夫ですかね。違います。深田栄美さんです。違います。めちゃくちゃ声かっこいい。スワンスワンで大丈夫ですかね。あーいいさんか。大丈夫ですかね。気づけばラスト2問。スイ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 次です。普通の方ってこと。なんか何個か送ってくれてるんです。あーはい。スイスイ次です。スイスイラストスイスイ。俺ガチ山に聞こえてきちゃう。わかんない、申し訳ない。わからないよ。全部一緒のイコライザーかけたんでしょ。まあ、かかってますね、LINE で言うと。スイスイてよくん、当てて。スイ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 。当てて。スイ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 。陽気やな。この人陽気やな。全然わからないよ。誰でしょうか。わからないよ。やめてくれもう。もう先生侵食されてやめてくれ。もう聞かせないでくれ。正解はカンタです。カンタさん悔しいです。カンタさんスリスリスリスイーアホやな。ほなの先輩かい。先輩です。続きましてこちらです。ラストスイッシンむず、もう一回いきます。はい。スイッシンむずすぎる。そしてもう一個スイッシンスイッシン。剣で寝ている人に見えます。さあ、本気で考えてるけど全くわかんない。いや最後の問題むずすぎるわ。スイッシンスイッシン。インターホン入って僕に直してくれたやつなんですけど。スイッシン。なえちゃん正解。なえなのじゃないです。無理だ。テオテスカトロ。はい。失敗です。え、ここまでは成功だったか。失敗です。ここに来て失敗かよ。ついに失敗です。テオさん、いや今の声はちなみに難しかったです。こちら、はい、ムクムクマジでわからん。ムクムク言葉のキーのレパートリーが、あのね、新しい感情が今あるんだけど、うん、あの正解を言われてピンとこない。最後まで見てくれてありがとう。いや激ムズすぎてくさー。スイスイの奥は奥深いなと思いつつ LINE のボイスメッセージって相当面白いんだね。初めて知りました。次回のスカイピースはオムライスつけ麺企画、なんとあの人も来てくれます。それでは楽しみに。ピース。ずっとこの企画中誰誰誰誰誰誰ハハハハハ。